ですね、赤いプラカードと青いプラカードを受け取っているかと思いますけれども、ここでこれを持って掲げて、皆さんに続いて、いただきたいと思います。私からは守ろう平和、守ろう命、守ろう暮らしという掛け声をいたしますので、皆さんに続けていただきたいと思います。そして高木さんからは憲法改悪絶対反対と言いますので、皆さんぜひ続いてください。それではよろしいでしょうか。いきます。じゃ、守ろう平和といった守ろう平和という形で掲げてください。守ろう平和、守ろう平和、守ろう命、守ろう命、守ろう暮らし、守ろう暮らし、憲法改悪絶対反対。